およそ半年ぶりに運行を再開した熊本市動植物園のモノレール。開園後は遠足で訪れた子どもたちで早速にぎわいました。ゾウとかいろいろ動物が見えました。ちょっとなんか怖かった。怖かった。地上6メートルを走行するモノレール、大型動物を上から見下ろすことができます。モノレールは去年10月、モーターの故障で先頭車両が停止した際、後続車両が先頭車両に追突する事故が起き、園は劣化したモーターを交換するなどし、再発防止対策を進めました。園では今後も職員研修や訓練をして、事故防止に努めるとしています。